してるんですか？お疲れ様です。何してるんですか？彼氏募集してます。なんか変ですか？リアル？はい。やばすぎ。誰でもいいってことそれ？違う、普通に彼氏欲しいから、もうここまでしないと無理かと思って、私はもう今渋谷に来ました。今何時ですか？今、23時半です。終電は？終電関係なくない？だからわやくば終電とか関係なしで、今からそのままなんかホテルとか彼氏募集中の紙を持って立っていたらどうなるのか検証していきたいと思います。ちなみに今日花金だから多分結構いるから、イケメンたちをたくさん引っ掛けていきたいと思います。頑張ります。え、来ると思う？めっちゃ来ると思う。なんかさ、うち今日ね、あのおみくじ引いたの、そしたら大吉で待ち人来ますって書いてあったの。じゃあもうリアル来るんじゃないですか？だから今日もうやる。じゃあ行ってみよー。人はめっちゃ多いんだけど止まってくれるかって問題なんだよね。わかった。あのね、信号青になるタイミングでやらなきゃ意味がない。今見て、この人数今ガラガラなのけど、信号が青になったらいっぱい来るから、そのタイミングで行きます。来るよ来るよ。今めっちゃ人来てます。はい、誰か止まってください。誰か止まれ。恥ずかしい。意外と止まってくれないですね。え、本当なんですよ。え、彼氏になってくれます？なるえ、おいくつですか？50。あ、いいじゃん。お兄さん何してたんですか今？飲んでた。あ、私も一緒。飲んでないの？撮ってんじゃん。え、YouTube 見ます？見る。え、チャンネル登録してください。するよ今。いや、彼氏になるんだな。あ、YouTube だよ。あ、YouTube。 あ、でもインスタもやってるよ。え、これは YouTube で上がっちゃうの？上がるよ。イエーイ。しょうがないな。やった、優しい。あ、登録してくれました、嬉しい。で、彼氏でーす。イエーイ。でもね、お兄さん言わないといけないことがあって。何？あの男の子なんです、私。知ってるよ。え、嘘だ、絶対知ってないじゃん。絶対知らないじゃん。俺、見てるもん。え、知ってんの？乗ってくれてたの？うん。ね、好き。え、嬉しい。え、知ってる、知ってる。嬉しい、ありがとう。知ってる。え、じゃあ、一人目ね、今日。いい？今日の一番目彼氏ね。あ、そういうこと、そういうこと。今日だから。ありがとう。綺麗だからいいじゃん。嬉しい。関係ないよね。イエーイ、一人目ゲット。じゃあね、おやすみ。ありがとう。あ、こんにちは。あの今、彼氏募集してるんですけど。あ、どうすか。なっちゃっていいやつ。え、なってくれる？え、何歳？今二十歳。若い。ちなみに彼女いますか？彼女今不在。あ、ってことは？ことは？お姉ちゃんも近いし。え、私、あの男の子なんですよ。どう？え、結構エグくね。まあ、まず俺の彼女になるには3つ条件がある。はい、言ってください。はい、まあ、年収は1000万以上。あー、 H カップ。ほうほうほう。この3つで行かす。結構攻めるね。当てはまってるのはさすがに全部。全部？はい。いただきます。え、手冷たいかも。自分汗だくだくなんで。いいよ、左手。あ、こっちでいい。うわ、すげえ。手めっちゃ冷たい、ごめんね。化粧水って何使ってますか？化粧水、うち無印使ってる。やっぱ無印なんだ。じゃあね。しかもさっきの2人いつの間にかいないし、なんだったの？振られたってこと？なんで？じゃあ H カップじゃないからってこと？あ、つくんだけど。そこは当てはまってるの。はい、いっぱい来たよ。人がめっちゃいるんだけど、すごい見られやするんだけど、立ち止まってはなかなかくれない。集中。はい、付き合ってください。え、付き合ってくれますか？付き合いたいですよ。知ってる。知ってる？男の子。そう。好き。夜が明けたら猫になれます。何歳？21です。来月22なの。年上お姉さん大丈夫？こちらアナは処女です。聞いてないんだけど。メイクは見たことある。あ、本当？ちゃんと見てるね。え、ちなみに付き合います？私の。付き合える。外見これも穴も広いです。
頑張ってください。頑張れね、ありがとうね、はい、寒いんで気をつけて。ありがとう、じゃバイバイ。バイバイ、ありがとうね。冷たいかも、ごめんね。いつも見てます。 ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。確かに、でもさっきの男は変態だったね。なんか穴の話ばっかされたんだけど、うるせえな、振った、さすがに無理。やっぱりうちの一番のタイプの彼氏も、彼氏が欲しい、本命が欲しいなって思うから、本命を見つけたいです。これ遊びじゃないからね。いいですか？なってくれます？本当に？なってよ、なってよ。やったー。彼氏になってくれるって。あ、全然なります。嬉しい。やった。私男の子なんですよ。あ、え、マジっすか？見えない。そう、可愛いですか？めちゃくちゃ可愛いです。本当に？はい。関係ない？関係ないです。ないよね。ないよね。ないです。自分から言ったよね。10分で終電。急ぎなよ。やばいっすね。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。名前何、名前。名前、藤田です。藤田、ありがとう。またね。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ちなみに彼氏いますか？ないです。じゃあ仲間だね。3人で持つ。こうやってさ、3人で持とうよ。できるかな？すぐ来るよ。これから飲み行くの？いいね。楽しいね。ありがとう。じゃあね。すいません。はい。じゃんけん負けるだからチャレンジをしています。じゃんけん何？負ける？最初グー。写真一緒に撮りませんか？写真はね、ちょっと今ね、撮影してて。YouTube。ソーリー。すいません。ハロー。ボーイフレンド。ボーイフレンド、ボーイフレンド。Yeah. Have a wife. How about sometimes? You can be... Not him. First.結婚しますよ。え、結婚します。どっちにしよう。どうぞ。どうぞ。こんにちは。結婚しようぜ。何歳ですか？32。あ、でも年の差ちょうどいいかも。25です。はい、ちょうどいいじゃん。これ YouTube チャンネル。そう。イエーイ。一人で飲んでたの？一人でここね。いや、いなくなったんだけど。ないよ。一人だよ、さっきから。いや、女の子いたんですよ。嘘だよ。ガチガチガチ。多分それ幻じゃない？違う、こっちの子の方が好きなんだけど。よし、じゃあもう失格、さよなら。ありがとうね、バイバイ。あんたがモテてどうすんだよ。ちょっといい加減にしてよ。あんたモテモテだからね。タイプ来ないかな、タイプの人いないかな。今日私本当に見つけに来てるからさ、来てくれないと困るんよ。てか今リアルに時間がもう終電12時前だから、今から帰る人が多いとか、もうみんな終電ダッシュしてるレベルだから、これから帰るね、人が多いですね。こんにちは。え、とか TikTok やってます？ YouTube 映ります？あ、やってるんですか？さすがにこれさ、プライベートでやってないから。こんにちは。なんか TikTok で見たことある方でした。で、僕も嬉しい、めっちゃ撮ってもらってます。嬉しい。名前わかるじゃん。さとみ。全然違うんだけど。ケンジでしょ。違う、リン。あ、リン。ケンゴとつかさ。すごい合ってる。すごい嬉しい。当たり前じゃん。彼氏募集中。プライベートでやってます。やってます。こんな時間に飲んでたんですか？遊んでた。まだ遊んでも10なの。そうなの？まだ10なの。そうだったんだ。25。そうなの。同じ。今年25。あ、じゃあ1個違いかも。98位だから。男引っかかりますよね。なんか酔っ払いしか来なくて最悪。あ、そうだよ。ちょっとさ、探してほしい、一緒に。でもね、イケメン見るんだよ。見るけど、難しがって。釣り寄ればいいじゃん。どういうタイプ？清楚系。清楚系かも。やめて、彼女いるから。どう考えても彼女だったよ。ありがとう、またね。ありがとうね、頑張ります。めっちゃいい子たちだった。うち TikTok で見たことあって、めっちゃ面白い子なの、あの子。じゃあでも19なの、びっくりしちゃった。若みたいな。さすがにさ、そろそろ来てもおかしくないよね。そうだよね、まさかの。撮影してます。両方彼女募集中なんですよ。あ、二人ともいないんですか？二人ともいない。いいじゃん。
何やってるんですか？ YouTube。 あ、超恥ずかしい。何歳ですか？え、若い？何歳だと思う？若くないんすよ。20代？おー、28？ 9？ もうちょい。31？ そんくらいにしとこうか。え、どのくらい彼女いないんですか？1年3ヶ月ぐらい。あー、同じ？あ、あー、そうなんすよ。僕すぐ外れる。編集ですぐ外れればさすがにやばい。ほらえ、それね、最低だからね。こっちは結婚してないから。そうそうそう、インタビューしたやつはちょっと俺にフォーカスさせてもらって。名前は？名前は横見です。横見？私リンです。なんか横見とリンって名前合いますね。おー、上手。顔めっちゃ可愛いのに声ハスキーなんすね。てか男の子なんですよ。あー、全然わかんない。だから奥さん幸せにしてあげてください。奥さん幸せにしますね。してまあでも彼氏になってくれということで。あ、なりました。イエーイ。でもこれ今日限定なの実は。なんで今日限定なの？なんかずっと付き合うって言ったらさすがに悪魔じゃん。まあ確かに悪魔の女になるから。ありがとう、気をつけて ね。終電ある？終電まだある。バイバイ。おやすみ。で、指輪外すのは最低。奥さんの気持ち考えろ。奥さん側にの気持ち考えたら泣いちゃうもん、そんなことされてたら。ちょっと若い系行きたいね。お願いだから、あんたもアピールした方がいい。私が？そうだよ、こうやってね。あ、来て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 よ。はい、すいません。彼女いんの？彼女です。あ、じゃあちょっと。ない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 、ごめんなさい。え、本当ですよ。俺らの友達めっちゃいいですよ。自分じゃなくて。いや、俺ら彼女いるんで。ちょっと待ってください。ちょっと怖かった。待ってる。マッチョ好きですか？大好き。マッチョめっちゃ。え、待って、マッチョ大好き。早く連れてきて。 What does it mean? A boyfriend? 彼氏募集中。 I don't know。 言葉が伝わらなくて終わってしまった私の恋。どうする？来ない？ラスト？あ、知ってる。知ってる？今彼氏募集してて。はいはいはい。ちなみに彼女いますか？いないです。何歳ですか？24。あ、近い。25。ちなみにどうですか？検討しますじゃん。検討します。振られたってこと違うよ。考えてくれるってことですよ。まあ、そうっすね。振られたよ。なんかすごい上からだな。ありがとう。じゃあ検討しといて。検討しといて。頑張ってください。ありがとう。あ、そうなんですよ。嘘でしょ。え、勝った勝った。めっちゃ可愛いよね。はい。彼氏いないですか？いない。嘘でしょ。ずっといないの。え、絶対嘘。本当なの。何ヶ月いないですか？え、もう1年以上。俺この顔で6ヶ月以内ですよ。え、ずるい、羨ましい。今いないんですか？今いないです。え、何これ。で、付き合ってる。すごい。条件教えてよ。え、条件は優しければいいですか？俺じゃん。え、おいくつですか？1995年生まれ。28。え、3つ違いだ。私25なんで。え、しかも年上好きなんですよ。あ、いいじゃん。え、どういう人が好きなの？なんかイケメンで優しくて。俺、はいはいはい。クズじゃない。はい。で、おもろい。おもろい、関西弁。俺よ。え、クズ？浮気する？浮気するやつ無理。いや、俺、言っていい？早く俺、結婚したいんよ。あ、いいね。したい。でしょ？うん。俺、付き合ってすぐどう？あ、これ回ってるカメラ。回ってるよ。やめてください。自分から言ってんの。これ何 YouTube？ YouTube 登録してよ。登録して。 YouTube、 YouTube。 登録者数2人ぐらい。え、じゃあ何人だと思いますか？まあリアルに1500人ぐらい。ああ、終電。終電。ええ、めっちゃいるじゃん。うん、頑張ってんだよ。え、こんだけいたらさ、彼氏見つかるでしょ。彼氏できないんですよ。で、ね、言っちゃう。言っちゃう。実はね、男の子なんですよ。え、ガチの男気。そう、男の子なの。嘘でしょ。そう、急に恋人になったよ。マジ。そう、ガチ。え、どう？違います。可愛い。え、いつから？めっちゃ可愛いじゃん。いつから？もう生まれた時から。いや、でもさ、35万人いる時点で可愛いでしょ。じゃあうちで、可愛いで言ってない、ネタでもう面白いけど言ってんだよ。これは、え、これガチでも探してんの。だから本当に探してんの。男の子と付き合ってたから、ずっと今までも。あ、でもいるでしょ、そういう子は。え、いないの。いないの。あ、これはこの顔でこれ持てる理由分かった。そういうことね。そうなの。多分ね、俺と喋ってるよりイケメンつまんだ方がいいよ。いや、一旦履けるわ。 YouTube 見てたから登録してくれた。いや、今調べたから。うん、あ、どうした？登録した？ね、一回見るわ。 OK、 ありがとう。またこう来てね。行く行く行く。いけじゃあ。あ、こんにちは。彼氏募集中ですか？はい。可愛いですね。え、嬉しい、ありがとうございます。どうですか？え、なってくれますか？じゃんけんで決めます。あ、じゃんけんで決めない。いいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、勝った。彼氏になってくれるってことですか？
どういうこと？じゃあ彼氏になってくれるんですよ。ああ、僕がですか？そう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 。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうね。知ってるやつのこと。知らない。知らないよね。ちょっと男の子なんですよ。そうなんですか？そうなの。え？可愛いっすね。ありがとう。だからまたここで集合ね。ありがとう。1週間後会いましょう。オッケー。明日。じゃあね。こんにちは。もしかしてさっき の、はい、あの友達の方ですか？あ、そうです。友達の方。筋肉見たい。どこ触りたいですか？腹筋好きなんですよ、私。今どうかな。あ、すごい、めっちゃかっこいい。触っていい。手めっちゃ冷たいと思う。あ、すごい硬い。すごいアピールしてくるじゃん。え、何歳ですか？何歳に見えます？え、わかんない。26？ え、本当に一個上。めっちゃシラフ。いや、めっちゃ酔ってます。あ、酔ってる。逆に酔ってたの、やばい。ちょっと俺のボロネーズ取られちゃってちょっと泣いてる。ちょっとまた入ってない。なるほどね。アサリのボロネーズが。あそこでボロネーズ食べられる。本当だ、取られてる。でも私、あの、実は男の子なんですよ。マジで可愛い。でもね、マジで可愛い。俺絶対、俺 TikTok で見たことある。確かに、俺もなんかで見たことある。すごい低い声になるやつですよ。あ、そう。それでマジで興奮してました。興奮した、やばい。あの、さっきもその話してたんです。そうそう、さっき僕ら話してたんです。男の子ってすごいセクシーだよねっていう。ちょっとエロいよねって。すごいすごい。おちんちんついてんのがなんか。そうそう。でもお姉さん、こんななんか渋谷でそういうのやるとすごい安売り感出ちゃうから。え、違うの。うちはこれで売ってんの。うちエンタメ人間だからさ。あ、そっか、それ。そう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 。お兄さん絶対。あ、お兄さん。お前さ、ありがとうはい、ということで、検証が終わりました。イエーイ。渋谷で彼氏募集中っていう紙を持って立ってたら、たくさんの人と出会いました嬉しい。あの、実際にね、彼氏になるよって言ってくれる方もいたりとか、まあ、ちょっと恥ずかしがってたね、男たちもいたんですけど、まあ、実際に、彼氏ができました今日だけの。ということで、あの、渋谷の終電間近の渋谷はこんな感じでしたいいな、うちも飲みに来たくなってきちゃった。飲みに行ってこようかな。この近畿いいですね。そうだよね。え、ちょっと飲みに行ってきます。ありがとうございました。